こんにちは、ゴリゴリバーガー宣伝隊長の司です、本日は、自分で焼こうゴリゴリバーガーのお家での焼き方について、取扱説明書は入ってるんですけども、分かりやすく動画で今回まとめましたので皆さんご覧ください。それでは VTR どうぞ。ゴリゴリダイガクプレゼンツゴリゴリ TV。ではパティを出してください。パン切り包丁があればいいですね。そしてこの辺かなっていうところに向かってまっすぐ一気に切る。断面がまっすぐになるように。そしてパンを焼く方の火は弱火で結構です。このような平べったいフライパンがあればとても焼きやすいです。そして、右側のフライパンは水がちょっとついてるんで、これ水拭いてください。油は決して使わないようにお願いします。油を使うともうフライパンの中が油でベタベタになるんで。さあこれでタイマーをセット。まずは3分ぐらい焼いてみましょう。そしてチーズを取り出して、チーズは一個一個ラップしてありますので、このまま火に入れてしまった方がいらっしゃるそうですが、そういうミスしないようにしてください。どうかな、焼けてきたかなっていう感じがあれば一回3分でこのようにピーとなります。それであともうちょっとかな、どれぐらい焼けたかなっていうのを見てください。こんなもん、あともうちょっと焼きたいね。そしてじゃあこの場合は2分プラスしました。そしてあ、いい感じに焼けてきましたね。よーく横から見てみると半分ぐらいの高さまで火が通っていった感じがします。そしてフライパンにこびりつかないようになるべく、これちょっと片手で撮影しながら片手でやってるんでフライパンが安定しませんでしたが、この焼き色が最も美味しい感じです。この焼き色美味しそう。そしてチーズを乗せて蓋をしてください。チーズは1分から1分半ぐらいこのように蓋で温めたら溶けます。そしてチーズは多ければ多いほど美味しいです。自分で買ってくるなりでぜひ多めにチーズ乗せてください。そしてトーストできたバンズ、これ色はあんまり茶色くなってませんが、表面はかなりカリカリになってて、美味しいです。そしてチーズね、これチーズ2枚分乗せてありますけども、すごい美味しそう。そしてこの下側にソースを塗ってください。付属のソース1つにつき、バーガー2つ分使います。そしてパティを乗せて完成。そしてもう1種類のやり方がありまして、これは店舗ではチーズロワイヤルと呼んでいます。トースト済みのパンをチーズの上に置いて、チーズをパンにこびりつかせます。そうすると焼けたチーズとさっき溶かしたチーズ、パティの上に乗ってるチーズとで二重にチーズの味を味わえるという作戦です。このように焼き色がついたチーズの上にまた、ソースを、ベロが下に下から当たるので先にソースに当たるようにセットして完成です。はい、皆さんいかがだったでしょうか。焼き方について全てもう頭に入りましたか。イメージトレーニングをしっかりして、アメフトと同じようにイメージトレーニングをしっかりして、頭の中に全て工程を入れてから、焼くようにしてください。それでは皆様、ゴリゴリバーガーをお家でお楽しみください。